始まった。はい、始まった。え、これ始まってる？始まってるやろ。生放送みたいな感じ出してるけど。全然。まだか、まだか。うん。あと全然撮り直せるし。アクシデントになんないから。はい、どうも始まりました。こっち次第や。板橋ラジオ。はーい。ボリュームがなんと、なんとね。あー、後で。お願いします。後でご制します。はーい。最近はね。あー、近況トークね。うーん。いつからこれ始まったやん。なんかあったかな。これでだいたい4、5分いっちゃうからね。近況トークで。最近は、まあ、クリッシュのクリッシュ。コーヒー牛乳味食べたぐらいしか。今さっきやね。今さっきやん、マジで。最近はそうやね。焼肉終わりでね。楽しかったな。焼肉楽しかったね。じゃあ、そういうこと言っちゃいますか。行きましょう。お題。お願いします。お、パキン。あ、わっかーん。あ、お、真ん中から。失敗談。三文字。失敗談か。なんやろな。なんでもあるな。ジャンル決めるじゃん。バイトとかあるけど。あー、何がいい？部活とか。部活な。学校。バイト。バイト。バイト言わんかったっけ？バイト、学校、部活、バイト、あ、無限だ。指が戻らないの怖い。バイト、指が怖いですね。学校、バッコ、バイトと学校が。なんやろな。なんでもいいけど。なんでもいいな。一回バイトで出すじゃん。あ、そうする？バイト。失敗談か。なんやろな。まあ、無限にあるけどね。まあ、確かに。バイトの失敗なんて。話すほどのやつなんかあるかな。まあ、ミスドで俺おまけ入れなくて、その、お客さんが大阪から奈良帰っちゃって。あら先輩が奈良まで届けてます。いやーかわいそう。あれはね、申し訳ない。俺それの逆バージョンっていうか、その近所の家まで、コンビニのアメリカンドッグ届けに行ったことあるんで。え、どういうこと？なんか入れ忘れて、前の女の子、なんか前の時間帯の子かわからんけど、今から住所やるから持ってきてくださいって言われて、で、そのどっち行くんやったけど、俺その、行ったらサボれるから行こうと思って。ああ、なるほどね。そう、だらだら行って。確かに。新鮮で楽しかった。ああ、確かに。俺も漫画喫茶でさ、うん。なんか、新宿の店舗で5店舗ぐらいあって、うん。こっち行って、あっち行って、みたいな時に、うん。もうサボれるからだらだら行ったもんね、俺。そうよな。ヘルプで。やっぱり。1日3、4回行かされて、いろんなとこ。そんなことあるんや。腐って。時間によって。タバコ吸いながら。ああ、タバコ吸ってる時期や。なんかあるかな？失敗談。失敗談ね。失敗じゃなかった談でもいい？いいよ。なんか、1個目で？なんか、その、大阪の、ナンバーで、カラオケのバイト一瞬だけしとったんよ。うん、言ったっけ？その時なんか、ハロウィンの、うん、ハロウィンなんか急に始まったやん。ああ、まあ。なんか、何歳ぐらい？ん？二十歳前ぐらい。確かに突発的だったかも。なんか急に始まったやん、うんで。俺がまだハロウィン知らんけど、ハロウィンやってる人がおる時みたいな。うんうん、で、俺はハロウィン知らんから、うん、なんかそのヘルプでそれこそ、別の店舗行かされてんけど、うん、なんで今日そんな混んでるんって思いながら、行って、うん、で、普通にカラオケで、なんかヘボやから運ぶだけやねん結構。うんで、運びに行って、コンコン失礼しますって言ったら、なんか水着飲んだ二人があって、ごめんなさい、そうなるか。ごめんなさい、そうなるか。あれって思って、え、全然いいですよ、って言って。何これ何これってなって。確かにな。ヘルプ先だしか。そうこの店何って何これってなって。しかも、アメ村ああ。アメ村ってみたいなとこやって、アメ村やばアメ村ね。そう、大阪のめっちゃなんかね。めっちゃチャラい地域だからね。チャラいチャラいとこで。アメ村。怖ってなって。アメ村すごそう、で、そう、次の年に知ってハロウィン。あれハロウィンやったんや。マジびっくりした。確かにビビるなぁ。純朴な青年。着替えてる？水着？あとハロウィンで水着？でも水着ぐらいの露出度だけやったかもしれん。そう、俺が水着って思って。なるほどね。だけで。確かになぁ。ゾンビナースとか水着ぐらい。確かにな。破れてるもんな。あれマジ失敗かと思ったなぁ。失敗じゃなかったんだね。入ってもらったかな入ったらなかったってこと。あれ恥ずかしかっためっちゃ。なるほどね。マジ18歳ぐらいの時。びっくりしたなぁ。あったかなぁ。あったかなぁ。失敗。何のバイトしてきた？ま、そうね最初ミスド。あ、ミスドね。で、カラオケか。あ、カラオケもやった。カラオケやった。で、スナックみたいな。へぇ。そう。やったの。スナックで、
あれ、居酒屋。居酒屋ダイニングバー。ああ、言ってたな。そう、ダイニングバーで。おお、そうやけどな、失敗談と。居酒屋漫画喫茶やね。おお、いっぱいやってる。うん。居酒屋な。居酒屋ね、でもね、失敗とかじゃないんだけど。うん。あの、一生本日の刺身覚えれんくて、俺。むずいよな。そう、仲間、切れてたね、俺、途中から。なんで、怖なんか、借り出されてんだけど、今日の刺身みたいな。これある、うん、これない、これある、これある。ああ、なるほどね。って、聞かれて、うん、なんか、なんとかなんとかで、はい、終わりました、ビビビって入れて、うん、毎回なくて、それないよ。これないよ、つって。うん、ちょっと全然成長しないね、とか言って。いやいやな。バイトで成長とかやるって、ぶっちぎれちゃって。は思うわ。知らねえし、成長する気ないねんって思うな。なんやね、バイトで成長って。わかるわ。とかな、意識高い気がったな。なんか俺一瞬だけピザ屋でバイトしとってんけど、うん、ピザ屋ってなんかその運ぶ人と作る人分かれてんねん、うん、で俺運ぶ人やってんけど、運ぶ人が最後の一手間だけやらなあかんねん。なんかそのパセリ振りかけるとか、ごま振りかけるとか、うん、なんかバジル乗っけるとか、俺分からんから全部テキューベベってやって持って行って、全然違うね先から。そうなんよ。細部はね、わからんから、覚える気ないから。うん、覚える気ないからね。なんで最後までやらんのって思ってたし。確かに。意味がわからんかった、マジで。全部にパセリかけとったし。どうせ合う、どうせ合うって。確かにな、うん。これも失敗じゃないか。確かに。確固たる意思でやってるから。大ミスね、うん。あ、でも俺、そのピザ屋で、うん、俺って道めっちゃ覚えられへんのよ。あ、そうなんや。そう、方向音痴で。うん、で、ピザ屋って、なんかわからん、俺がやったところだけかわからんけど、うん、なんかそのナビとかさ、うん、持たしてくれへん。ああ。なんかその、ピザ屋の入り口にでっかい地図貼ってあって。聞いたことあるな、それは。そう、ここで曲がって、ここで曲がってって覚えていかなあかん。アジトやん、なんか。確かにね。2個目の信号左で、ターゲットが、覚えれるわけないやん。んで、だから俺自分の携帯でやっとってんけど、うん、ナビ見ながら住所入れてここかって言いとってんけど、うん、その、俺その時の携帯がちょうどもう買い替える寸前とかで、うん、1、2時間だったら充電切れるんよ。うわぁ、そうだったらもう、最高。最高マジで。俺もそれなりに覚えるよ。覚えて、よしよし、待って、行って、はい、全然違うね、ってなって。もう着く前から、ちょっと思ってね、こんなんやったっけって思って、一応、ぽいとこ行ったら、うん、全然名字が違う、まず。うん、でまず一回ピンポン押す。ピンポンってって。なんとかなんですかって、違いますけど、ピザ頼みました。頼んでないです。はいはい、来ましたね。こっからはもう。こっからどうする？こっからは闇雲やからね。あと数打つしかないから、ね。さて、こっからどうする？ワクワクしてる。マジ、2時間ぐらいに俺帰ってきた。2時間クレーム来てたよ。すごいなぁ。途中から子供携帯持たされとったもん。舐められてる。マジで。それ失敗やな、確かに。失敗ね。難しいわ。覚えれるわけないもん。覚えれるわけないな。意味わからんかった、マジで。みんな普通の顔してそれやってるから。すごいね。キモいね、こいつらって思いながら。デリバリーか。漫画喫茶なんかあったかな。まあ、全然でも漫画喫茶でタバコ吸ってサボってんの見つかった時はあるな。まああるようなサボり見つかる系は。うん、これで焦って消すと、うん、おわって怒りやすいから、すいませんでした。関係ない関係ない。ゆっくり。おいよ。待って、おいよ。変わらん変わらん。仕事戻ります。待て待て待て。時とかあったら。あるな、確かに。なんかあったかなぁ。なんかピザ屋でも失敗談多いかもな。もうそうやね。なんかそれ失敗でもないねんけど、俺はもう、かっこたる意思だってんけど。なんやねん、かっこたる意思だって。なんか18歳の時って、うん、その大阪で芸人の養成所行ってる時期やったから、うん、なんかその芸人目指してるみたいな、うん、はバレとったよ、ピザ屋で、うん。で、なんか、その店長じゃないな、副店長みたいなやつ。結構だるいやつやって、うん、なんかこれで物ボケしてよ、みたいな。だるいねー。ちょっと、おーおーおーって、やったらやったらってなって、おーキャベツ落とされて、うん、キャベツで俺リフティングしちゃったんよ。それ言ってたなぁ。ブチギレ。ブチギレやろ。もう食べ物蹴んなって物ボケですって言って。違うよ。あれ、かっこたるいし。かっこたるいしやってるなぁ。反逆心だもん。その時はもうほんまにその、あかんことと思ってやってないし。とりあえず受けたい受けたいってなって、物ボケって。怒られて、いや、物ボケですって。あったなぁ、いっぱい。
いろんな思い出があるな。思い出って言ってる。え、これバイトの話やっけ、タイトル。失敗談だ。あ、失敗談か。他ジャンルなんかあるかな。なんやろな。学校とか。まあ普通にそのネットで服買ったら半分ぐらい失敗っていうのあるけどな。失敗談というか、ある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 やな。思ってたよりちっちゃいとか、色とか。俺もあったな。ネットで買ったさ、うん、おしゃれなシャツ届いたら、うん、あの、ビブスみたいな素材で。素材な。あるわ。T シャツ買ったらビブスやん、これ。素材思ってたんじゃない。バスケするときしか着れないじゃん。なったな。俺最近そのカバン買ってんけど、ネットで、うん、なんか白のカバン買って、うん、で白のカバンって言ってもなんかさ、こんな、なんかね、こんな素材のイメージ。ああ、こういうなんかちょっと、朝みたいな、ね。クリーム色みたいなイメージじゃん。ガチの白着て。ガチの白やんか。白かったな、さっき。あれちょっとね、嫌なんよね。使ってるけど無理やり。廊下のタイルぐらい白いから。白。眩しい。みんなびっくりしてた。白すぎて。そんなに？お前が、これ白いですねそんなに弾ける白さや。よなーってな。こんなつもりじゃなかったんや。とかかなぁ。ですかね、うん。こんなもんですかね。うわ、11ミニッツ経ってんじゃん。ジョイプのこと11ミニッツって言ってる。11ミニッツ経ってんじゃん。かっこよ。ちょろ。いいな。中卒ちょろ。いいなぁ。いいなぁ。ここ出て。じゃあ終わっちゃう？終わっちゃいましょう。それじゃあ皆さん、いろんな失敗がありますけども、お、その失敗が全て今の自分を形成するアナザースカイ。